まあ、ボトムスって正直3本もあれば十分だと思うんだよね。まあ、そもそもボトムスって下半身だからそこまで目立たないし、まあ3本ぐらいあれば十分回るんじゃない。 と思っている皆さん、こんにちは、スタイリストの小山俊です。今回の動画のテーマなんですが、冒頭にもお伝えした通り、大人の春のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあこれは僕自身もそうなんですが、ボトムスってそこまでたくさんのバリエーションなくても、1週間を回せてしまう方なんですね。僕が普段動画の中でお伝えしているような黒いボトムスだとか、まあこのようなものが軸としてありながらも、その他にバリエーションが2、3個 あれればもうううう十分回せててしししまうぐらいいかかななと思ののので、まあ、僕のようにで僕よにににすねなるべく手間ををけけずにおしゃれを楽しみたい大人の男性に向けて今回は数あるボトムスの中からギュギュッと厳選して3本ですね。春に必要なものを3本皆さんにご紹介したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。皆さんが想像しているあのボトムスもあるんだけども、それはですね、もうちょっと殿堂入りという形で今回はあえて省きました。まあそれ これ以外の3パターンですね。これ全部揃える必要はありません。この中から気に入ったものをライフスタイルに合わせて2本ぐらいピックアップすればもう十分かなと思うので、ぜひ皆さんの春のボトムス選びの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう はい、ということで、ここからはですね、具体的に皆さんにおすすめの春のボトムスご紹介したいなと思ってるんですが、まず1本目、僕が今履いているグレー系のイージーパンツですね。これはですね、僕自身もすごく気に入っていて、最近着用することが多いんですね。先日お届けしましたグリーンレベさんとのコラボ動画の中でもご紹介しましたが、まあ、このようなグレー系のイージーパンツというのは、どういう時に使いやすいのかというと、上半身がブラックのアウターなんかを羽織って 時ににモノトーンンででで非常にバランスよく収ままるので使いいい勝手がいいんですねこれはめちゃくちゃ春には活躍するアイテムなんですがこのようなシャカシャカ系のナイロンジャケットっていうのは割とですねブラックを使う方が多いかなと思いますノースフェイスだったりパタゴニアだったりアンドワンダーだったりいろんなブランドがあるわけですねその中でやっぱりですね優先順位の高いもの とといえばブラックだと思うんですね、まあ、このブラックのアウターに対して、ボトムスブラックというのも、これまたシャープでかっこいいんですよ。だけどちょっとですね、春には重たく感じるかなと思う時には、このようなグレー系のパンツを合わせてもらえば、ブラックほどは重たくないけども、大人っぽくシャープにも見えるので、すごく便利なんですね。なので僕もこのコンパクトジャケットを買ってから、このグレーのパンツと合わせる機会が非常に増えました。こちらはちょっとウールライクな見た目になっていて、 質感はすごく綺麗なんですが、少しだけゆったりめのシルエットになってるんですね。このあたりが今っぽくて、スポーティなアウターとのバランスも非常にいいので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、ややゆとりのある形のグレー系のパンツというところ、1枚持っておくと便利なのかなというふうに思っています。今でこそ僕はブラック系のパンツ履くことが非常に多かったんですが、かつてはグレー系のスラックスをめちゃくちゃ保有していたんですね。1冊目の本でもおそらくグレー系のパンツって皆さん さんにお勧めしてたかなと思うんですが、まあ本当に僕の中でも基準となるようなベーシックな一本なので、ぜひ皆さんにもご紹介したいなと思うんですね。まあ季節も結構いろいろと使えまして、春にも使えるし、秋冬にも使えるので、グレー系のパンツっていうのも結構使いやすいというところも、ぜひ皆さん頭の片隅に置きながら、主にブラック系のアウターなんかと合わせながらですね、楽しんでみていただければなと思っています。 はい、続いて2本目のボトムスなんですが、今履いてるこちら。 デニムスラックスですね。これまた先日動画でご紹介させていただいたものなんですが、グローバルワークの今季のアイテムですね。すごくこれ、使い勝手がいいかなと思います。30代後半から40代以降の大人の男性であれば、デニムというアイテム自体にすごく愛着があると思うんですね。まあ、僕自身も散々履いてきたデニムなんですが、まあ、最近はですね、小綺麗なデニムというものもかなり増えてきていまして、あまり色落ちがしてないものを上品に履くというのも、すごくバランスがいいかなと思います。 まその流れの中でデニムスラックスというのはセンタープレスが効いていてスラックスベースのデザインになっていますのでより見え方としては綺麗めになるんですね。まあ、こういったものを大人世代が着てあげると従来のデニムとはまた違った小綺麗な印象になるのでぜひ皆さんにも試していただきたいなと思います。このようなデニムスラックスの使い方なんですがまやはりですね、このアイテム自体に少しカジュアルさがあるのでできればですね、それ以外のアイテムとして綺麗めなものを1点投入してあげると バランスがいいいいんじゃななのかなと思います、まあ、その点で言うと、今回は一番上に着ているこちらですね。ステンカラーコート、ベージュ系をチョイスしていますが、まあ、このようなビジネスでも使われることがあるような着丈の長い綺麗めのコートを1枚足してあげると、結構デニムスラックスが良いバランスでカジュアル感を出してくれるので、すごくですね、まとまりやすいかなと思います。まあ、コートが綺麗めなので、内側はボーダーのカットソーですね。今年は結構旬なアイテムとして、様々なお店でも置いてあります。まあ、これ自体 実際も結構カジュアルなので カジュアル、カジュアル、アウターだけ綺麗め。このような形でバランスをとっていました。デニスラ自体はすごく使いやすくて、他には、例えばネイビーのジャケットのような、ちょっと綺麗めなアウターですね。そのようなものにも相性がいいので、ぜひデニム好きの皆さんにもお勧すすめしたいボトムスの一本なのかなと思っています。グローバルワークのデニスラは、シルエットは結構細身なんですね。このあたり、スタイルもよく見えるので、やぼったく見えないというところでは、非常に完成度が高いかなと思います。なかなかデニスラって 個人的には好きなんですけども、扱ってるお店が少ないんですね。そういった意味では安定的にですね、置いてあるグローバルワークの店員すらはすごくおすすめかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目のボトムスなんですが、僕が今履いている ホワイト系のパンツですね。これは今年ですね、個人的に一番履いてるジャンルかなと思います。まあ白パンっていうのは僕の中では代名詞的なアイテムで、今まで書いてきた書籍の中でも、必ず白パンって含めるようにしてたんですね。履くだけで一発でですね、明るさも出せるし、清潔感も出せるし、なおかつ人との違いも出せるというところでは、白パンってすごく使い勝手がいいんですが、まあその反面ですね、なかなか心理的なハードルが高かったりだとか、 ちょっととキザに見えるというようよなデメリットもあるのでまあ、るでであえててすすねね距離を置いていい方も少なくないかなくかと思うんです、ねまあ、僕自身本音を言うと、ちょっと白パン気恥ずかしくて、履きたくないなという時期もあったんですね。ところが、ここ数年ですね、白パン、シルエットは変わっていまして、今僕が履いているのはユニクロのワークデニムパンツというものなんですけども、シルエットがですね、ちょっとゆとりがあるんですね。ピタッとしたタイトな感じではなくて、少しリラックス感のあるような白パンが増えてきました。 そして白パンといってもですね、本当にパキッとした白ではなくて、少しアイボリーが混ざってたりだとか、グレーっぽさが混ざっていたりだとか、真っ白ではないような、少しナチュラルなホワイトが増えてるんですね。まあ、そのようなものであれば、割とキザっぽく見えないので、ぜひ大人の男性こそ履いていただきたいのが白パンかなと思います。意外とですね、10代、20代の頃だと、自分自身に清潔感があってシャープなので、白パン履くとさらに綺麗めになって、ちょっと合わせづらかったの が30代後半40代以上になってくるとまあ良い意味でですねこなれてくるのでこのような白パンの清潔感がうまくはまりやすくなってくるのでぜひ、まあ、大人の皆さんこそ白パン履いていただきたいなと思いますコーディネートは簡単で上半身を濃い色にしてボトムスをホワイト系にするこれがまず鉄板ですねその中でも今僕が着てるのはですねこれバブアーというですねいわゆるこうやぼったく見えるようなアウターなんですね、まあ、竹の長さそんなに長くないものなんですけれども このようなちょっとやぼったく見えがちなものを白パンの清潔感でしっかりとバランスを取るというのが結構使い勝手がいいかなと思います。まあ、ブラック以外でも例えばオリーブ系だとかベージュ系だとか失敗するとやぼったく見えそうな色合いにあえて白をぶつけることでうまく現実ん風に言うと中和することができるんですね。ですので大人の男性こそぜひ白パンの清潔感を取り入れていただきたいなと思っています。僕自身も白パン今季たくさん買ったんですがその中 その中でもセール価格になっていて、先日のショート動画皆さん見ていただきました。最近ショート動画始めたので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、まあ、その中でもご紹介しましたが、ユニクロのワークデニムパンツはセール価格になってますし、生地もリネンミックスでめちゃくちゃ履きやすいんですよ。これだったら3000円ぐらいなので気軽に使いやすいかなと思います。ぜひ久々の白パンとして皆さんもこちらチェックをしていただきながら、春の着こなしにパッと明るさを出していただきたいなと思っています。 いやー、いかがでしたでしょうか、皆さん。今回の動画では、大人の春のボトムスは、この3本だけあればいいというテーマでお届けをしました。まあ僕自身も正直ファッションは大好きなんですけども、ズボラなところがあって、毎日違うような着こなしをしたいという欲求よりは、まあある程度効率的にそこそこのおしゃれが楽しめればいいなと思う方なので、まあボトムスの数もいっぱい保有するよりは、ある程度限定した方が、日々のコーディネートは結構考えやすいかなと思うんですね。 ファッションっていうのはボトムスだけで構成されるわけではなくてボトムスがありトップスですね中に着ているものが T シャツだとかシャツだとかニットだったりあとはアウターにも色々バリエーションがあるわけなのでそれぞれの組み合わせを変えれば結構ボトムス3本だけでもたくさんのコーディネートを作ることができるんですねなのでボトムスの数としては3本あれば十分かなと思うので、まあ、今回の動画を参考にしながら皆さんにとっての3本の鉄板のボトムス 決めてていいただいて春の着こなしし存分に楽しんでいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、どんどんお伝えしていきたいなと思ってるんですが、まあ、こちらのチャンネルでは結構ベーシックな基本的な内容をお伝えしてるんですが、もうちょっと中級者向けのアイテムですとか、コーディネートについて知りたいんだよなという方は、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルという方で、しっかりめに解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、もう 1一本ですね、別でライブ配信をやっています。多くは土日どちらかになってくるかなと思うんですが、皆さんのご質問に直接お答えする形のライブもやっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくり動画を見れないという方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では、文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですね、どんどんご紹介をしています。僕の方でも毎日投稿をしていますし、僕以外のスタイリスト ですとか専門家の方も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも記事を書くことができてこんなものを買いましたとかこんなスタイリングしていますみたいなのをですねみんなで気軽にシェアすることができるような場になっていますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに